絆。絆 WINDS WINS ワイドバンドインターネットワーキングエンジニアリングテストデモンストレーションサテライトは宇宙航空研究開発機構と情報通信研究機構が共同で開発した超高速インターネット衛星。2008年平成20年2月23日に HEA、ER、ロケットにて打ち上げられた。 政府が2001年、平成13年に策定した E-Japan 重点計画に基づき、無線による広範囲活調高速の固定用国際ネットワークを構築する技術を実証するために開発された。また E-Japan 戦略を受けて JAXA が提案している宇宙インフラ構想 iSpace の一翼を担う衛星でもある。アジア。 太平洋の高速インターネットが行き届いていない地域、離島、災害時など地上設備による通信が困難な環境での通信技術の獲得、地域間の情報格差を解消し、医療、教育、災害対策に寄与することを目的としている。絆は技術実証を目的にしており、商用サービスには向いていないマルチビームアンテナにより、日本を 複数のビームでカバーしているが、衛星上でのスイッチング能力が不足しており、イントラネットサービスは同一ビーム内に限られる。また、MBA は日本の離島部をカバーしていない。商用サービス用には絆の技術を利用した別の衛星が打ち上げられる予定であった。2003年、平成15年、超高速衛星インターネットサービスの事業化を目指して、 NEC、NEC 東芝スペースシステム、JSAT、現、スカパー JSAT の三社の出資により、株式会社、超高速衛星インターネットサービス企画が設立された。当初は2005年、平成17年度に絆を、2007年、平成19年度に、商用のビス衛星を打ち上げて、サービスを開始する予定だったが、2006年、平成18年2月には、 ビス衛星の打ち上げは2008年、平成20年度に先送りされた。しかし、2008年、平成20年5月時点では未だビス、衛星打ち上げの具体的な計画はない。ビス衛星によって、E-JAPAN 戦略で目指している2010年、平成22年度までの地域間の情報格差の解消と、地上波デジタル放送を衛星経由で再送信して、 アナログ放送のデジタル化の遅れをバーアップすることが期待されていた。NEC 東芝スペースシステムの試算では商用化の際の一般家庭での利用料は設備費10万円、通信費が3000円を見込んでいた。加入者が200人以上の場合、以下、日時時刻は日本標準時に適彩、2007年、 平成19年6月26日から8月26日にかけて愛称の募集が行われた。採用された愛称を提案した人の中から抽選で1名に絆の打ち上げ見学へペアで招待、提案者全員に賞状が送付される予定。10月10日に募集結果の発表があり、応募総数9657件のうち452点の応募を集めた。 絆が相性に選ばれた。絆の設計をめぐり、当時の NEC 東芝スペースシステム以下、NT スペースの社員が、ナスナのコンピュータシステムへ不正に侵入し、他社の情報を盗み見るという事件が発生した。不正アクセスが行われたのは2001年、平成13年12月12日で、翌13日には発覚した。NT スペースと三菱電機は、 絆の設計、製造を分担受注しており、両者ともナスダのコンピュータシステムを利用していたが、NT スペースの社員は自社にありふられたパスワードから、三菱電機のパスワードを類推して、システムに侵入、コピーした三菱電機の資料を上司に送り、NT スペース社員やナスダ職員ら86人に対してシステムへの侵入方法を電子メールで知らせたという。 資料の内容は衛星に使用する部品の技術評価に関する文書などで三菱電機にとっては機密情報に当たる。ナスダはこの事件を2002年平成14年2月13日に発表し NT スペースに対して1ヶ月の指名停止処分を下している。当初ナスダは実害がないことから刑事告訴を見送る方針だったが結局 NT スペースの社員3名が 同年5月に不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕、起訴され、同年9月に懲役8月、執行猶予2年の有罪判決が下った。被告側はパスワードの脆弱性を知らせるための親切心からだったと主張したが、判決では三菱電機側の情報を盗むのが目的だったと認定した。地上試験中に発生した不具合の原因究明過程で、 タンタルコンデンサの逆実装が見つかった。そのため、他の衛星も調べたところ、打ち上げ直前だった月周回衛星、カグヤの小衛星でも、同様のミスを見つかり、急遽修理が行われるという出来事があった。2007年、平成19年初めより、筑波宇宙センターにて行われていた絆の、プロトフライトモデルの機械環境試験において、音響試験後の電気機能確認で、 挙動不審なデータが出た。原因を調査していくうちに、基板上の実装に問題があるのではないかとなり、品質記録をすべて目視で確認したところ、コンデンサの逆実装が見つかった。この問題をかぐやにも水平展開し、同様の確認を行ったところ、かぐやの固衛性でも同様の取り付けミスが見つかった。コンデンサの逆実装は、絆で8カ所、かぐやで4カ所の、 計12箇所。このコンデンサは、タンタルコンデンサと呼ばれるタイプで、特性は、良いものの逆電圧の因果に弱く、長時間逆電圧をかけるとショートして、発煙、発火に至る。絆では、ある程度高い電圧がかかる場所に使用されており、長期間の試験の後に故障して発見されたが、家具屋においてはあまり電圧のかからない場所に使用されていたため、 試験中は故障せずに見逃された。もし修理せずに打ち上げていた場合、打ち上げ後1000時間程度で故障した可能性がある。基板上には、コンデンサノを示す印はなく、取り付け時に注意を促す文書などもなかった。組み立て後は、部品の配置を見る、外観検査は行われたが、個別の部品の検査は行われていなかったという。この問題のため、 家具屋の個衛星を修理することになり、家具屋の打ち上げが2007年、平成19年8月16日から9月13日へ、28日、延期された。天候不良により、さらにもう1日延期されている。打ち上げ延期により、約1億6000万円の追加費用が生じたが、JAXA は NEC に対して、延期による追加費用の負担を求めていない。NEC 側は、 かぐやの個衛生2機の修理費用を負担し、再発防止のための改善策をまとめて JAXA へ報告した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。